昔から野球が好きじゃなかった。何が面白いのか全くわからなかった。だが、父が昔野球をやっていて活躍してたらしく、俺に野球をやらせたがった。どんなに野球がつまらなくて、面白くなくて嫌だと力説しても、下手だから面白さがわからない。うまくなれば面白さがわかる。勝てないから面白さがわからない。勝てるようになれば面白さがわかると聞かない。俺はスポーツ万能で野球でも大活躍してたんだが、全く面白くなかった。それを言っても全然全く通じなかった。近所の野球チームに無理やり入れられた。実力でエースになったはずなんだが、そこの監督が父に頭の上がらない人で、父がいつも何があっても俺をエースにしろと強要してたから、実力なのかエコひいきなのかわからなくなって、ますます野球が嫌いになった。とりあえず、活躍だけはしていて、チームも地区優勝して、スカウトとかもいっぱい来てた。強豪の学校からもスカウトが来てたらしく、父が上機嫌で、どこ、そこに行けとか言ってたが、俺が野球がうまいのは、もう誰も否定しないし、勝ちまくって優勝までした。だけど、野球の何が面白いのか、さっぱりわからないし、この世で一番嫌いなものは、野球だと自信を持って言える。俺は、もう、金輪際、二度と野球はやらない。と言ったらぶん殴られた。結局、その後、普通に高校に行って、大学に行って就職した。就職したら、そこの偉い人が、俺のことを知ってた。野球が好きで、俺のことも応援してくれていたらしい。なんで高校で野球をやらなかったのか、怪我でもしたのかと聞かれたので、普通に、野球は、父に強制されて、いやいややってただけで、野球はこの世で一番嫌い。だから、高校も、普通のところで帰宅部だったと答えたら、地方に飛ばされた。面接の時に、出張も転勤もあると聞いてたので、普通に気にせず仕事してたんだが、最近になって、その偉い人に再会して、あの時は大人げなかったと謝られた。何のことかさっぱりわからなかったんだが、話をしていて、やっと、あの時野球が嫌いだと言ったから飛ばされたと理解した。正直なぜ野球ごときで、そんな話になるのかわからなかったのだが、野球なんて、たかが子供の遊びでしょ?と言ったら殴られた。また、謝られたが、本当に訳がわからんかった。野球が、なんか、すごい真剣なものとして扱われてたのが衝撃だった。自分としては、鬼ごっこや、ドッジボールと同列な子供の遊びでしかないのだが、なんかいろいろ聞いてみても、野球だけは特別なスポーツで、他とは違うという人が多くてびっくりした。